株式会社山口フィナンシャルグループは山口県下関市に本社を置く金融持ち株会社。参加に地方銀行である山口銀行、北九州銀行、第二地方銀行であるもみじ銀行を持つ。略称は EMFG、山口 FG。2006年10月2日に山口銀行ともみじホールディングスの株式移転によって新設された。当初もみじ銀行は イエメフジーの孫会社という形態だったが、2007年4月1日付で、もみじホールディングスが、もみじ銀行に吸収合併され、もみじ銀行は、イエメフジーの直接の子会社となった。口述の通り、2011年10月3日に、山口銀行の九州内の店舗を分離して、北九州銀行が開業したことから、現在は、イエメフジーの傘下に、山口銀行、 もみじ銀行、北九州銀行の産業が属する形となっている。地方金融グループとしては、横浜銀行、福岡フィナンシャルグループ、千葉銀行、北北フィナンシャルグループ、静岡銀行に次ぐ、第6位の総資産を有する。本社は、山口銀行本店内に置かれている。シンボルマークは山口、もみじ旅行のイメージカラーである緑と、オレンジに赤を加え、ワイ M をモチーフとしたものとなっており、両行のシンボルマークとは異なるものが採用された。北九州銀行開業後は、前期の3色と同行のイメージカラーである黄色のラインを EMFG の文字の下にそれぞれ引いた新たなシンボルマークがグループ発行の文書や各種グッズ等で用いられている。地域密着型金融を歌い、山口県や広島県とともに山口県の西隣で、 山口銀行の主力営業エリアの一つとなっていた福岡県北九州市での営業活動にも力を入れてきた。2010年3月には EMFG により福岡県北九州市を本店とする新たな地方銀行、北九州銀行の設立準備を発表した。設立形態としては EMFG の子会社として準備会社を設立し、同社が銀行免許を取得した上で、 九州内における山口銀行の全事業を九州分割で継承し、旧山口銀行北九州支店を本店とする。この方法は埼玉リソナ銀行の開業経緯に類似しており、実際、e MFG もこれに習ったと報じられている。2010年度から3カ年の中期経営計画においては北九州銀行の設立により e MFG の北九州市における 地元化を推し進めるとともに、山口、もみじ良港とともに、山口、広島、北九州エリアで、地域別の銀行ブランド展開を徹底し、グループ内のカード会社、証券会社と連携して、EMFG 全体として、構造改革によるリテールビジネスを実現させたいとしている。この動きに、北九州地区で激しい貸し出し、シェア争いを続ける西日本シティ銀行と、 福岡銀行は警戒感を強めている。山口フィナンシャルグループの前、会長兼最高経営責任者の吉村武氏は、消費者金融王でアイフルとの共同出資による新銀行構想を独断で進めたとして、他の取締役と対立。6月の株主総会直後の臨時取締役会で、会長兼 CEO から事実上解任される。2021年10月14日、 臨時取締役会を開き、吉村武氏に対し、取締役から退く、幼児任勧告を決議したと発表した。年内に、臨時株主総会を開催する方針を決め、吉村氏の解任議案の可決を目指す。2013年度からの参加年中期、経営計画では、地域を育み、共に成長する金融グループを目標として、 一つの EMFG というキーワードを掲げた。この計画では、企画、立案機能を持ち株会社に集約し、それにより発生した余剰人員を営業の現場に振り向けるとともに、産業が根ざす地域に深く関わっていくとともに、地域同士を連携させ、地域を育んでいくという基本方針の下で、グループ間の重複店舗の整理や、支店機能の見直し等を行った上で、 給与体系など、各社間で統一できるものはグループで統一するなど、体内、体外認知度を高めることで、グループ内での一体感を醸成することを目指すという。これに沿って2017年春から、参加産業とも学卒採用を一本化する。連結し会社持分法適用関連会社2013年から、山口市出身の卓球選手である、 石川佳すをグループのイメージキャラクターに据え、一定口数の応募があった場合に、グループから石川へ強化費として寄付を行うという定期預金、かす定期の販売を行っている。また、2013年下期からは、下関市出身のマラソンランナーである中本健太郎もイメージキャラクターとして加わっている。もみじ銀行では、これとは別に、 広島東洋カープの選手を起用した独自の広告活動を行っている広報、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。